どうも、ズーマです。今回なんですけども、新武器のね、クリグのカスタムを使って遊んでいきました。で、まあ、なんか持ってたんですけど、なんだかんだカスタム組んでなかったんですよね。なんでか知らないけど。で、今回はね、ちょっと興味本位で組んでみて使ってみたら、なんかめっちゃ強くて、え、こんなに強かったの?みたいな感じになったので、今回はそちらをね、ご紹介していきたいと思います。で、カスタム紹介はね、動画の真ん中ら辺に入ってますんでね。ぜひね、最後まで見ていただけたらなって思います。まあ、最後の辺で使ってるので、その当て感とかだったりとか、どんなダメージが入ってるかとかね、わかると思うので、見ていただけたら嬉しいです。で、28日かな?今月の28日に、そのね、クリグのミシックが来るわけなんですけども、まあ、これなんか正直、まあ、個人的には買いだなっていうイメージですね。めっちゃ強いなって思ったんで。で、今回のカスタムはね、サイトつけてるんで、まあ、そこがなくなるって考えると、まあ、さらにね、そのカスタムの幅が広がるんじゃないかなっていうふうにも、思ったので、これはなんかやばそうだなっていう。しかもカスタムなんかそのピーキーみたいな感じで、その腰打ち上げたりとか、なんていうの、連射速度上げたりとか、なんかそういったカスタムもあったので、なんかいろんな使い方があるんじゃないかなって思うので、なかなか可能性が広がるような武器なんじゃないかなって思ってます。で、ミシックの M13 が再販されてね、これ買おうかなとか、クリグどっちにしようかなって迷ってる方いると思うんですけども、個人的にはそのいろんなカスタムを楽しむっていう意味では、クリグの方が、うん、面白みがあるんじゃないかなっていうイメージですね。まあ、近距離とかで戦いたいってなったら、クリグもね、そういうカスタムもしかしたらできるかもしれないんでね。まあ、多分できるんでね。そういう意味では、クリグの方が汎用性が、高いんじゃないかなって思ってます。それが個人的な感想でした。でね、今回デュアスク回っております。で、キルもそこそこ取れたんじゃないかなって思うのでね、見応えがあるんじゃないかと思います。まあ、ただ思ったのは若干、反動の癖があるっていうのはあるので、まあ、そこをね、うまいことカスタムで抑えれたらなっていう感じですね。ね、ちょっとリバーで1枚落としていく。バンパー被ってんのかな?壁抜きして、この、ね、青アーマー最初に拾った時っていうか、1枚しかない時って、回復入れるか入れないか迷いますよね。僕入れない派なんですよね。でも、入れなくて後悔したこともあるっていう。なんかどうせ被弾するから、ちょっともったいなくて、なんか出せない時ある。これ1枚拾るね。泣いたて?そこマック10でタッツ使いながらやってくる。ナイス。もう一枚いるね。いや、今のタッツはナイスだったでしたね。回復ないんで、ここ拾っていくと。あと1枚だね。一旦引いてたかな、相手。相手引いてたんで、ここで今探してるところなんですけども。ここでね、若干、武器を持ち帰ろうとかしちゃうんですよね、ここで。で、ここで敵の位置に気づくっていう感じですね。なんでね、その皆さん武器、もし敵がいたとき、近くにいたときに、武器を持ち帰ると音聞こえるんでね、それはね、気をつけた方がいいかもしれないですね。そこ聞こえるんだよっていうのを知っていただけたらと思います。さあ、ここで、カスタムを取っていきますと。で、カスタムはこんな感じになっております。で、今回は本当に試作で作ったカスタムになるので、これが最強っていうわけではありません。うん、本当にとりあえずこれでいこうかなみたいな感じで作って、うん、使ったやつなんてね、とりあえず今回使ったやつをそのまま乗せてるっていう感じです。で、マークスマンつけて射程伸ばして、今回はね、ちょっと長距離も抜けるような AR 仕様にしております。で、横ハンドあるんでね、これ RTC3 ストック。で、これでヒットフリンチと、散布回と横ハンド押さえてます。で、グリップにこれ横ハンド 40% 削れるやつ、フィールドエージェント、フォアグリップ、これつけております。で、角間がね、めっちゃ迷ったんですけどね、今、一応高速角間がにしてます。リロード速度とマガジン 10% 増やしてるんですけど、基本的にでもみんなも角間が拾ってると思うので、角間が別になくてもいいんじゃないかなっていうのは個人的な感想ですね。B とかいろいろあるんですけど、エイム速度が落ちちゃうんですよ。そのマイナス部分がでかすぎるから、その、弾が増えるのに、弾が増えるのと、その、マイナスの要素を考えた時にどうかなっていう感じで、とりあえず高速マガジンつけてますね。うん。なんで、とりあえず今回これ使ってるって感じだけど、これが最強っていうわけではないです。なんで、この強固グリップとか、これでエイム時間減らして、角間が B とかつけるっていうカスタムもあるだろうし、これのアシストレーザー、これタクティカルレーザーじゃなくて、そのエイム速度が上がらないんですよね、これ。なんで、これもちょっと採用してないっていう感じになります。まあ、そんなにエイム速度めっちゃ気になったわけじゃないので、うん。今のとりあえずこれぐらいのエイム速度でもいいんかなっていうのが、個人的な感想ではあったんです。おっそうみたいなのはならなかった。うん。ただ、角間側をどうするかっていうのはね、結構、分かれるんじゃないかなって、思います。うん。まあ、とりあえず今回は、こんな感じで、反動と射程伸ばした
カスタムにしてあります。まあドットサイトはね、このクリグのアイアンサイトもバカ見にくいんでねこれも当てれないっていうことで、長距離とかやるとなんてね入れないんで、ね、とりあえずドットサイトつけてます。まあこれミシックなるとここをねつけなくてよくなるので、まあこれさらにもう一個カスタム作れるんじゃないかなっていうようなイメージです。それではじゃあこれを使っていきましょう。さあ早速前にいますね。でね、ダメージ結構高いんですよね。この急速なんですよ。なかなかやばいよね。25、30ぐらい頭に入るのかな。なんかまあキロにちょっと似たようなイメージだけど、キロよりダメージが入るって感じかな。射程が長いっていうか、なんていうの、射程距離をのわん、ダメージが入る距離が長いっていうかな。ダメージが結構入って時が早いイメージだったんですよね。で、おすすめモッドは、僕がこれを、このカスタムにつけるってなったら、横ハンド、精密拡張かな。で、今、論書ついてるんですけど、横ハンドをつけても、方が、制御しやすいようなイメージかな。若干、弾のばらつきがあるんですよね。癖があるというか、まっすぐは飛んでくれないから、そこの制御っていうか、コントロールは必要なんですけども、もしコントロール難しいってなったらね、そこは変えなきゃいけないかもしれない。で、ここ4人一気に降りてきましたね。ここは車を割ってダメージ与えていく。あの距離、ここもね、こんな結構ダメージ入るんですよね。まあ、ただまっすぐ飛んでくれないっていうのもあって、ちょっと難しいんですけど、こんな問題なく落としていくと。なんか、距離減衰を全然感じなかったんですよね、今回この武器。だこういう打ち合いになると、若干ブレが気になるかなっていう感じかな。まっすぐ飛んでくれないので、そこは難しいかなっていう感じだったんですけど、まあ、そこカスタムとかモッド次第でなんとかなりそうなイメージ。まあ、全く打ち合えないってわけでもない。47とか M4 みたいなレーザービーム感はなかったけど、なかったけどって感じかな。でも全然使えないことはないような感じでしたね。さあ、段差した人を起こしに行ってる人がいたので、ここちょっと追いかけますか。多分もうこれ起こされてるので、ここ詰めたいところ。で、僕リワインドなんでね、ここ詰めてもしやばそうだったら引くような感じで構えて、行ってるって感じですね。もう起こしてどっか行っちゃったか。なくなったね。あの奥にいるね。あの奥か。奥行っちゃってるわ。でもバイクで引かれちゃったんで、ここは一旦戻ります。合流しましょう。あんまり離れすぎるとね、カバーできなくなっちゃうんでね。デュースクはそれきついので。一旦戻ります。あ、さっきこの人だね、バイクで。宅回収してんのかな、どうだろう。あと、あの奥らへんかな、結構挟まれてる状況ですね、今。どっちかっていうと。あそこの裏、いそうなので、ちょっと見に行きます。まあ、やばかったら引くみたいな感じで。あの、グレトンできてるね、奥から、奥、あ、忍者いるわ。忍者が中入っていったので、これは詰めていきましょう。この中かな？あ、消えた。あ、またこれヘリトツ来たかな？ 4 人来たよね、これ。別場がヘリトツで来ましたね。これ窓から入ってくるのだけちょっと気をつけたいところかな。上から窓に入ってこられて、急に来られると打ち合えないので、とりあえずこの下の階段警戒、登ってこれるようなことなんでね。階段警戒しつつ、窓から入ってくる、侵入するのも頭に入れておきます。で、ここの人割ったんでね、ここは一気に詰めていきます。で、倒して、敵もう一枚ね、カバー来てるので、ここリマインドで戻ってくると。そこも一枚倒して戻る。で、トラマスがね、すごい引っかかってくるからね。二枚倒して、まだ一人中入ってたね。この人追いかけれそう。ここ、後ろからカバーして入っていく。もう一枚いるね。ナイス。まあ、今の裏取りは、いい感じに刺さりましたね。味方にヘイトが勝ってて、自分は後ろから裏取りでやっていくみたいな感じ。まあ、おとりみたいになっちゃったけど、そこはもちろん申し訳ないけど。これでさっきのヘリトツのワンパが終わりかな。で、最近マック10使ったって思うのが、なんか、距離減衰が強いのか、なんかあんまりダメージ入らなくなったイメージなんですよね。超近距離じゃないと、急速発揮できないイメージになっちゃった。なんか最近だから99年の方がいいなって思ってるんですよね、個人的に。アンテロップね、あ、降りてるね。戦車か。戦車乗られたので、ここは、一気に撃っていきましょう。降りたね。これ、撃ってる時に他から撃たれるかもしれないんでね。ここは気をつけていこう。ナイス。さ
さあ、ここはね、車で移動していきましょう。正面いるね。ドマしていく。あ、でもこれ飛ばされて何もできないからね。ほんとだね。一枚この中にもいたね。あれか。なんかいるね。壁抜けはできないか。で、グレーを中に入れていきます。ナイス？こっちにいる。あっち側にもいるし、後ろ側にもいそうなんだよね。で、正面見ていきましょう。なんかすごいバグってる。後ろか？あ、前で撃ってるね。あ、いるね。これね、蘇生か？帰ってきたので、ここ、入れに行きたい。中入ってるね。じゃ、この距離はクリックできましょう。とりあえず右左のやつ。この切り速いいね。いや、強い。右にもいる。これ一回被弾したんでね、一旦リワインドで戻って敵の位置を確認し直します。で、後ろからも来てるね。後ろにグレーが飛んできてるってことは、後ろから来てるんですよね。なんで挟まれてる状況なので、どっちかやりたい。で、味方が今上割ってるんでね、あ、いいね、この当て感。強くないですか？で、今味方にヘイトを勝ってるんで、僕が裏から倒しに行きますと。この切り速、いや、マジで強い。ダメージ高い。もう一枚いる。この時計、いや、マジでいい。いいね。いや、ダメージが高いというか、なんか、うん、時計がいいね、本当に。これに金論書とかつけてもいいかもしれないですね。その反動を抑えれるのがあれば、金論書をつけて、ダメージをさらに上げて、長距離抜きやすくするっていうのも、一つの、うん、いい使い方になるんじゃないかな。これでワンパ終わって、救急ナイン拾っていきましょう、カスタム。一旦キネ巻いて、残り4枚かな。アンチャが来てるところ。後ろに、あ、後ろは銃声になってるね。後ろが来るわ。銃声ってか、スモボマか。まあ、このタイミングスモボマ使ってくれたんでね、アンチ収縮の中には入れれなさそうなんで、大丈夫じゃないかな。来るんじゃない？こっち。右からか。いや、左が出てきたね。ナイス。いや、この当て感いいね。やっぱ全然そんなに気にならないかも。ナイス。割と、あの距離でも全然打ち合いますね。それであの急速だからな。いや、結構強いと思う。なんか使っとって、え、そんなに溶け早いのって、ね、個人的に思ったので、キロじゃあの速度出せない気がするんですよね。もっと当てなきゃ、もっとダメージがめっちゃ減っちゃうイメージだから、キロだったら。あそこいるね。あと2人か。ここグレーでいきましょう。あと2人？あ、ここグレー刺さったので、2-2なんでね、ここグレー入ったタイミングで、ここは詰めていきましょう。一気に。もう2-1の状況なんでね。これ2人で挟めば。あ、結構当てたぞ。もう割れかけ。これ左右でね、左と右から挟み込んで、GG いかがだったでしょうか。結構ね、強かったと思うので、使ってみてください。最後にチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。